やらん。ウェイクトゥー、うん、すごいな最初から。あらウェイクトゥー、はい、よかった。ちょっとブレイクスタート、すごいな。ローガン元気？元気だよ。ママは仕事が長くなりそうなの。これサラじゃね？事件はママのせいじゃないし、大丈夫？ただの仕事よ、うん、パパとナイトスプリングスの新しいやつを見てたんだ。ママこれマジすごい。ナイトスプリングス、ネタバレはなしよ。じゃあ私も一緒に見るはずだった番組を楽しんで。どういうこと？元気でね。ママの仕事もこんなんだよね。ママもね、しかめっ面はやめてってケイシーに。ローガン、クローズドって書いてある。キャンプ場。あ違うか、サラじゃねえよ全然。ケイシーはもっと明るくしろだって。生意気なやつだ。誰に似たんだか。もうドラムの最初みたい。町に着くのと同時に新しい死体が見つかるなんて意図的。うわ画質綺麗だな。殺人犯のメッセージかしら。ああお前が手伝ってくれて助かる。 4070TI です。これは任せよう。俺はサポートする。わかった。アンデステみたいな、アイスイーみたいな。お先は真っ暗だな。画質がやべえな。コールドロンレイクだ。コールドロンレイク、まあ、コールドロンレイクなのやっぱり。はいこんばんは。マジかよ、またコールドロンレイク。いや画質綺麗ですね。代理が犯行現場まで案内してくれるはずなんだけど、車はあるが彼はどこ？熊にでも食われたか。地図を見てみる。リターンワン、招待状、インビテーション。お、ワンカン代理を探す。マップ。おお。ほほ。あ、現在地出てる。レンタル系。こうやって行くみたいだね。はは。声がした気がする。保安官代理かも。俺が見てくる。FBI だ。おい、こっちだ。おお。よう、ケイシー捜査官だよな。捜査を担当するってブレーカー保安官から聞いてるぞ。半分は上がってる。アンダーソン。サーガー・アンダーソンよ。私が指揮を取る。アレックス・ケイシーのことはもう知ってるみたいね。ああ、そうか。失礼。保安官代理はマリガンだ。今ちょうどそのあれだ。あ、もう来てるよ、ソーントン。相棒のソーントンが事件現場に行ってる。クソ FBI。頭がいいとはお世辞にも言えないやつでな。説明し。目撃者はいるの？二人いる。この町の人間じゃない。夜森のあたりでコソコソしてる怪しい奴らだ。別に都会に恨みがあるわけじゃないだろう、ソーントン。ともかく、これどのくらいの時系列の？保安官が町に連れ戻した。黒人女性、そう。事件現場の様子は？えら。今したんだよ、ソーントン。選ぶ系ね。俺初めてだこういうの。どうやら被害者の一部の臓器が妙なことになっててな。スケリア出ているんだ。本当ならその中にあるべきものが。
遺体を見たい。どうやって行くの？ああ、簡単に行ける。フェンスの穴をくぐって丘を降りたら湖までまっすぐだ。古いコンビニの近くさ。見逃すことはない。柵で囲われてからあの辺りは完全閉鎖さ。店もキャンプ場も何もかもな。ナリケ、早く来させてくれ。俺が説明するから。ああ、すぐ行くさ。こっちね。犯行現場へ行く前にここまでの証拠を見直す時間がある。証拠をはっきり認識しないと。証拠。精神世界の内部には調査ボードが使える。精神世界。何これ。精神世界のテクニック。どういうこと。より分け事件を解決する。頭に思い浮かべた各所をモデルにして事件ごとに精神世界を構築し直す。ボードに事実が。これまでの殺人事件について分かっていることのすべて調べ直してみる価値がある。へえ。精神時間の時間は止まらない。時間を止まらないのね。犯行現場に向かいましょう。止まらないんだ。マジかよ。ねえケイシー。私を責任者にするなんてどういうつもり？アンダーソン、お前は俺よりも鼻が利く。お前だから解決できた事件もあった。ここは若手に任せるよ。引退するつもり？警官が最後の事件っていうのは縁起が悪いわよ。ソーベルマを山で発見？何これ。まあ、とりあえずん、うわ、ミラー峠ね。はいはいはい、記憶新しいよつい最近やったばっかりだから、ある意味復習したよ。アランウェイクはやりましたからね。ちょっとね、メンバー公開にしますんでね、皆さん、メンバーの方は見れます。空が開けすぎだ。空が開けすぎ。まあ闇の日もあれば、うわー、こっち行きたいんですけど、まあ行くか。なんかあんねやな、ああいう時。まあチュートリアルだから。殺されるには悪くない場所ね。そのまま土に帰れるからな。人気でもね。着いた。雑貨店。保安官代理ね。その通りだ。早速この事件を解決しようじゃないか。死体は店の裏だ。案内しよう。FBI か？生かしてるじゃないか。行かれた連続殺人犯を探したり、マフィアとの銃撃戦なんか日常茶飯事なんだろ。 UFO だって隠すんだぞ。どうだったのか。俺も何か手伝えないか。どんどん、今のは冗談だ。この遺体を調べてみるか。あった。ぽっちゃりおじさんがね、心臓をテイクアウトされてるね。